たい、死にたくない、行きたい、死にたくない。ベビーキン、ベビーキンハウス第2話かな。そうですね、2話でやりましたお弁当箱ゲームで、実際に詰めなければいけない必要最低限の食材を、今モニョと近くのスーパーで買ってきました。はいはい、まず、四季が食べる方ですね。そうですね、これまずこれは、ピザ、ピザ、納豆、きゅうりで、これ梅干しのけな梅肉を買ってきて、そうですね、あとおにぎりはまあここに冷凍のご飯があるので、そうですね、トラの食べる方が、はい、まずパクチーで、これしいたけ、しいたけで、ナス、チャーハンはこの卵とご飯で作るとして、焼きそば、焼きそばはね、このカップ焼きそばで作ろうかなと思ってます、はい、で、トリスですね、で、ヨーグルト、この食材を使って、まあ、2人分のお弁当を作っていきたいなと思います。ただ、これだけだとやっぱちょっと完成しないところもあるので、他にも食材を買っていってるので、それとかのね、下準備をしながら、作っていきたいなと思います。ベビキン、これは取った方がいいですか。そう、発酵食品のパレードです今から。はい、お箸の長さ違う、びっくりするぐらい臭いですよ。キュウリ、どんな意味なんですか。1品目梅キュウリ完成あれっぽいわ、でかいな。パプリーカ、あ、入れた方がいい。トマトなし感出てる。うん、これや問題は今回のこいつ、行ってみましょうみたいな。くせっ、くそー。ヨーグルトにマヨネーズを入れます。ここでレモンが登場するわけですねなんかすごい顔してますけど、レモン入れすぎたなこれヨーグルト出す。もう最悪あの。ソース作りすぎやろ。こんなもんでいいかな。ああ、もう分からなくなってくるな。はい。あれ。ご飯。はい。味付けなもしてんじゃん、はい、これ、行くぞ。なんかまだ料理できる風な感じですけど、そんな、うん、入れすぎた、えい、はい、トリス、はい、そのままやろ、入れます、はい、入れましょう。おプランで開始。なんやねんこいつ。うおー、びっくりした。はい、YouTube をご覧の皆さん、毎度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 、テンポが悪い毎度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 、ベビーキングダムでーす。はい、今日やりたいことはですね、はい、ベビーキングハウス第2話でありました、はい、お弁当箱ゲームね、はい、実際にあの場で生まれたおかずを使って、はい、私とモニョで、はい、買い出しに行って、はい、今お弁当作ってきたんですよ、はい、それを食べていきたいと思います。イエーイ、ベビーキング。では、しきさん、はいはい、まず、しきさんのお弁当に入ってた具覚えてますか。そっからそう、そっからそっからやけど、そっから、はい、おにぎり、おにぎり、はい、おにぎり、これ、ナスっていう単語を言った覚えがある、うん、ナスナスはちなみに入ってないです。入ってない、あれ納豆納豆、はい、俺、トリスっていうわけのわからん単語を言った。それは入ってないっす。それは入ってないっす、使われます、はい、なんやろ、あと何やったかな、あと、チャーハン、チャーハン、チャーハンも取られます。自分側のやつ1ミリたりとも多いやぞ。シイタケとパクチーは入ってんの、入ってない、シイタケとパクチーも入ってない、全部言えやん全部言えやん、全部入ってない、全部言えやん全部取らんのこれ、もう分かるしきたもん俺1ミリたりでも出てこへん。キュウリや、キュウリ、はい、キュウリや、キュウリ、キュウリから、おにぎり、キュウリ、おにぎり、キュウリ、おにぎり、キュウリ、ピザ、ピザ、ピザ、そんだけか、あと2つ、あと2つあったっけ、焼きそばみたいな単語強いわ、なんかそれはトラベビキン、やめていてください、はいはいはい、でもまずね、あの納豆とピザ、はいはい、発酵食品と発酵食品をね混ぜました、はいはい、ご会長、はい、あ、でも
でもこれ美味しいんじゃん。ちょっと開けてみてください。納豆とピザ、うん、納豆ピザですね。にこれはキュウリ、これ何ですか、ね、梅干しも入ってたんで梅キュウリ。梅キュウリ、はい。で、おにぎり。待てや、待てや、ああ、めっちゃ納豆。でもチーズかける納豆は納豆や、うん、間違いなかった。あ、来た、ね、ピザ。チーズおった、チーズおった、チーズ。納豆は多分2パック入れたんか失敗やったんですかね、入れすぎました。でもな、納豆好きにないよ。納豆好きにない。じゃあ、梅キュウリいただきます、はい、うん、梅キュウリ。トラの方は、はい、肉です。はね、どう考えてもトリスを使えなかったんで、はい、あのフランベしました、肉を。火が上がってました、ベビーキンハウスで、うん、これ、ええな、ヨーグルトソース。はい、これはヨーグルトね。ヨーグルトソース、これがナスとパプリカとパクチーのマリネ、うん、あ、この草がパクチー、そういう草がパクチー、うん、で嫌いな人はすごい嫌いというので有名なパクチーですよね。あやー、で、これが俺食えないんですよ、椎茸入ってるんで。椎茸入りの椎茸入りのそば飯、そば飯、まあ、そば飯っていうか、さっきチャーハンを作ってから、うん、チャーハンと焼きそばを混ぜたので、うん、あー、なるほどね、はい、うんうんうん。じゃあ食ってください。いただきます。何からいこうか、はい、肉やろ、やっぱ 肉か。これ、あの、2500円のサーロインステーキです。2500円。いただきます。はい、はい、単純に肉がうまい。おいしいわ、うん。これヨーグルトはどうなんですか。マヨネーズみたい。あ、マヨネーズ入ってる。パクチーな、癖が強いってやつ。うん、食ったことないよな。ない。だから俺パクチーだけちょっと食べてみるわ、うんうん。ベトナム料理によく入ってますよ、ね。あ、じゃあいけるわな、多分。顔がベトナムっぽいから。顔がベトナムっぽい。顔がベトナムっぽいから、はい、いただきます。パクチーのみ、はい、母国の味がする。母国の味がする。いける？え、全然なんも感じへん。マジか。そういう店、うん、なんかによく行くので、よくする味がする。勝手に入ってる。どうパクチー、どうパクチーの味は。すっごい顔してる、すっごい顔してる。パクチーの味はどう。すっごい顔してる。プルプルしてる。なんかさ、うん、こう口の中がさ、うん、こうギュッてない。そのさ、藤子不二雄に出てくるキャラクターの顔みたいな、やべえや、その。だってこれ無理やって、やっぱり自分で食べたからね。このナスとパプリカ、うん、これは何で作ったんですか。レモン、うん、だからな、母国の味がする。母国の味がするね。パクチー癖強いやろ。そば飯、これ椎茸入ってるから俺食えないんですよね。椎茸は、僕もそば飯おにぎりいただきます。はい、これボッツ盛りか。え、一平ちゃんや。これだって、うん、あの湯入れる前。うまい。全然そば飯ってなんか関西の食べ物なの。え、そうなの。うん、らしい。知らんかった。これ美味しい。なんか関東とかでなんかあんま店にないらしい。これは何かしらじゃん。食べたやろ。食べたい。食べたやろ。せーの。お肉食べたやろ。